はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。スラッシュアックスを使いすぎてもはや自分がスラッシュアックスになりそうな男リュウです。さあ本日なんですが、最強のスラッシュアックス装備、こちらをねご紹介してい、こうかなと思ってます。バージョン 3.0 アップデート5、最強の汎用スラッシュアックス装備です。めちゃくちゃいろいろ試しました。グランドカオスやら、コンクエストやら、アイアンケンプやら、ロスドナータやら、なんやらね、全部作って試しましたけれども、結局ねこれが一番強いレックスラッシャーです。今回はバルファルク一式採用型レックスラッシャー装備、これをねご紹介していきたい。でこれなんでティガレックスを倒しに来てるかというと、これね前回のですねバージョン 2.0 の時もこのレックスラッシャーっていう武器がめちゃくちゃ強かったんですよ。でその時もう僕ねティガレックスをずっと練習で倒していて、でレックスラッシャー装備バージョン 2.0 版はティガレックスを5分で捕獲してたんですね。その時はそれが一体どのぐらいタイムが縮まったのかっていうところをお見せしたくて今回は、動画にしております。ちなみに、5分でした。5分1秒とかそのぐらいでした。だいたい5分ぐらいかかったんですよこいつ倒すのに、前回のバージョン 2.0 はね。今回結論から申し上げます、4分18秒でした、タイムが良かったの。やべえっす、この武器っていうか防具ですね、装備がやばいっす。これ今回は何を採用してるかっていうと、バルファルク一式、まあ、フルバルクってやつです。フルバルクを装備したレックススラッシャー装備ですね。これがですね本当にぶっ壊れてるんですよ。簡単にね後で説明すると思いますけれども、このスキルについてね、流気達成っていうスキルについて、これがねどういうスキルかっていうと、体力が 80% 以下ですね。体力が 80% 以下の時にものすごい攻撃力が上がるっていう、そういうスキルです。だから今大体 50% って言ってますけども、このくらいの体力になってるとマジでぶっ壊れレベルの火力を出すことができるっていう、そういう装備ですね。で常に体力を 80% 以下に維持しないといけないんですよ。それがねかなり難しい。今ちょっと外でしたね。そこをなんとかクリアすることさえできればこの装備マジでぶっ壊れます。でですね、まあ後で細かくね説明しますけれども、なんとですね竜属性やられって大体属性が無効になってしまうっていうのが、まあ、本来の仕様なんですね。でこの竜気活性っていうのは体力が 80% 以下になると、まあ、竜属性、特殊竜属性やられになるんですけど、なんとですね竜気活性の竜属性やられは元気属性と竜属性のみ無効になりません。普通だったら無効になる竜属性と元気属性が無効にならないんですよ。つまり竜属性やられを維持しながら、まあ、支柱に勝つとかね、ああいう状態異常中に打点が上がるみたいなスキルも活用しながら、竜属性と元気属性のダメージ蓄積値は相手に与えることができると。今回はこのレックスラッシャーは元気瓶で、つまり元気属性なんですよね。だからこれを採用することによって、この竜気活性っていう、この最強ぶっ壊れスキルを最大限に生かすことができるということなんですよ。もうそろそろ終わりますよこれこんな説明してたらどんだけ早い。スタンが入らなかったのだっけな今回。ここでしっかりと混合剣舞使って相手の、あーこれ敵前リロード入っちゃったね、やばいね。これ先行弾で逃がさないようにしたいといったところ。 OK 阻止成功。この逃げるのはね先行弾でしっかりと阻止して、危ない、いけ混合剣舞だ。トゥ混合連符か、間違えた、毎回混合連符じゃなくて混合剣舞って言っちゃうんだよ。あ、来た、これスタンですよ、スタンも入ると。でここで瀕死になったんで、これで罠置いて、はい、興奮しております、強すぎてこの武器で捕獲用麻酔弾ポンって投げると、クエストクリアで、これがですね、まあ、ちょっとこの後タイム多分自分で 見ると思うんですけど、4分18秒ですよ。いやまあもちろんねもっと上手い人はたくさんいると思いますけど、僕の中ではもともと5分だったんですよこのモンスターを。バージョン 2.0 の時は5分で買ってたんですよ。これがねバージョン 3.0 のこのバルファルク一式を装備したら4分18になったんですよ。これはあまりにも強い、これは最強と言わざるを得ない、そういうことです。早速ですね装備紹介やっていきましょう。さあそれでは装備詳細の解説をやっていきましょう。
まずですね、今回使っていた、スラッシュアックスレックスラッシャー、最強の汎用スラッシュアックスはこの装備だと僕は思います。今回のね、最強という、まあ、言葉の意味、定義なんですけど、あのどんなモンスターにでも、とりあえず汎用的に担いでいける武器の中で最強の装備はどれかという、そういう、意味での最強という意味を使ってます。あのね、属性弱点があるモンスターがもちろんいるんですよ。あの竜がめっちゃ効くとか、あの雷めっちゃ効くとかあるんで、まあ、そういう場合はその属性の武器を担いでいった方が基本的にはいいんですよ。なんですけど、まあ、とりあえずなんかどんなモンスターに対しても、まあ、火力が、まあ、ある程度出せるめちゃくちゃ汎用的な最強のスラッシュアクスはどれかという意味で、今回はこのレックスラッシャー装備をご紹介していきたいと思ってます。でですね、汎用スラッシュアクスっていうのはいくつかありましてですね、比較対象としてですね、まずですね、グランドカオスですね、このグランドカオス、それから、まあ、コンクエスター、それから、毒瓶のこのアイアケンプっていうのが、まあ、一応あると思うんですけども、このレックスラッシャーがじゃあなんで最強なのかと、なんで最強なのか、まずですね、そもそも白ゲージが出てるっていう点で、白ゲージ出てるっていう点でかなり優秀。これはアイアケンプも白ゲージそもそも出てるんですけど、こっちはですね、攻撃力が低いんですね。回収率が高い代わりに攻撃力が低い。で、これ、後で説明するんですけど、このバルファルクの装備についてくる、スキルが、基礎的な攻撃力を参照して、火力が上がるよっていうスキルなんですよ。だから、なるべくですね、基礎的な攻撃力、武器攻撃力は高い方がいいと。いうので、まあ、こっちよりかは、こっちの方がいいと。で、じゃあ攻撃力が一番高い、このグランドカオス。これはどうなのかと。これはですね、グランドカオス自体が緑ゲージなんですよ、切れ味が。ってことは、切れ味的に緑を生かすためには、心眼鈍器っていうのを入れないといけないんですけども、心眼鈍器入れるほどの枠がないんですね。このスラッシュアックスの装備に。言うてこれ全部バルファルク一式なんで、まあ、スロットも結構限られてますし。なんで、心眼鈍器を入れるほどの枠は、ちょっと設けられなくて、まあ、心眼か鈍器かどっちかにしか なんないと。で、いろいろ総合的に考えて、で、修練場とかでも殴ってみて、結果これが一番強いっていう話になりました。ただし、補足しておくと、弱点がめちゃくちゃ殴りにくいモンスターに関してはこっちの方が強いことがあります。心眼鈍器どっちも難しいかもしれないですけども、心眼だけとか鈍器だけとかは入ると思うんですよ。なんでそういう場合は弱点以外殴った時にはこっちの方が強いっていうことが あると思います。はい。なんですけど、まあとりあえず総合的に、まあ、弱点もある程度殴れると思うんで、まあこのぐらいのなんかレベル感になってくれば、なんでそういう意味ではこれが一番強いかなということですね。で、もう一個コンクエスターに関しては、攻撃力がちょっと低いっていうのと、やっぱ青ゲージなんで、さすがにレックスの方が軍配上がるかなみたいな、そんな感じで今回は最強はレックスラッシャーとさせていただきます。でですね、お次にこのバルファルク一式について、これがキーポイントなんですけど、この装備ぶっ壊れておりまして、マジでぶっ壊れておりまして、まあ、とりあえずこれ説明していきましょう。何がぶっ壊れてるかっていうと、この竜気活性っていうこのスキルが本当にぶっ壊れてる環境をぶっ壊しやがったこいつが。これ竜気活性っていうスキルがどういうスキルかっていうのをまとめておきたいんですけども、まずですね、体力が 80% 以下になると特殊な竜属性やあれっていうのを発症しますと、まあ、病気になるってことですね。病気になる。で、この竜属性やあれっていうのが何かっていうと、基本竜属性やあれの基本属性ダメージが全部無効になるんですよ。基本的に属性ダメージが全部無効になる、竜属性やあれになると。ただし、この竜気活性の特殊な竜属性やあれは、調べたんですよ、頑張って。調べました。なんと、属性が無効にならないものがあります。それが、竜属性と元気属性。この二つが無効になりません。竜気活性は、竜属性やあれになっても、竜属性武器と元気属性武器であれば使えるってことなんですね。つまり、これがめちゃくちゃ強い。これがめちゃくちゃ強い。で、全属性耐性が、50になると。まあ、これ、防御力が上がるみたいなもんです。実質。主リオレウスの、炎ブレスとかね。あと、主ジンオーガの、ダイナミックお手雷パンチとか。ああいうのが全部、ダメージ減るんで。非常に強いと。防御面も強い。で、攻撃力が 1.1 倍されると。
ここでさっきの基礎攻撃力っていうか、あの武器攻撃力が生きてくるんですよ。武器攻撃力が 1.1 倍されるんで、単純計算で、攻撃レベル7積んでるみたいなもんなんですよ、実質。で、このスキルのデメリットなんですけど、デメリットはね、まず体力 80% 以下にしないといけないっていう、ちょっとめんどくさい。あ、常に 20% は体力減ってる状態を維持しなければならないっていうことですね。はい。ほんとそのくらいです。そのくらい。そのくらいです。で、このスキルと相性がいいスキルがこの、死中に勝つっていうスキルですね。これ特殊な竜属性やらで病気になると、まあ、状態異常なんですけども、状態異常になってる場合、死中に勝つっていうのは攻撃力がプラス20されるんですよ。だから、ここの、竜気活性と死中に勝つを組み合わせることによって、一気に打点がドンと上がるみたいな、そんな感じですね。で、逆恨みもまた打点アップのスキルで、これ体力が赤いゲージがある場合、攻撃力がプラス15されるってことで、まあ、これ常には難しいですけど、あれです。ダメージ食らった直後とかは、これ発動してますと。で、弱点特攻も勝手についてきます。これね、上からね、4つ目までは勝手についてくるんですよ。めちゃくちゃ強いですね。で、あとは自分でつける。自由につけてるっていう感じなんですけども、今回は白ゲージを維持するための強靭研磨と砥石を高速化ですね。これはまあ必須スキル。で、高速変形さんも必須スキル。で、強化持続レベル1。これね、1しか入んなかったんだ。これね、俺ね、ほんとゴミおましかないんですよ。ゴミお守りしかないので、ダメなんですけども、これ、髪を守ってる人はいけます、これ。強化持続レベル2とかレベル3とか。これ僕がどんなお守り使ってるかっていうと、僕が使ってるお守りこれです。高速変形レベル2、ノリ名人レベル1、2、1っていう、弱弱っていう。これが、高速変形レベル2、ノリ名人なくてもいいけど、高速変形レベル2、スロットが2、2とか、2、2、2、1とか、そういうの持ってる人は、強化持続がレベル2になったりとか、レベル3になったりとかすると思うんで、これ、あんのかな、高速変形レベル2、強化持続レベル1、スロット2、2とかあれば、マジ強いんで、そういうお守り持ってる人は、もっと強くなると思いますね。回避距離アップレベル1はね、これね、ないとね、僕ね、死んじゃうんですよ。これね、これ絶対いるんですよ、これ、俺。自分的には。なんだろうな、人間で言うところの、水分みたいなもんですね。血液みたいなもんです。ほんと、ないと死んじゃう。これ。なので、これは入れてますと。まあ、なくてもいいよっていう人は、強化持続レベル1とかに。振ってあげていいかなっていう感じですね。で、ひるみ軽減はこれマルチ用ですので、まあソロでやる人はこれ抜いてもらってもいいですよっていう。で、ノリメジャーを負けっていう感じです。で、スロットなんですけど、スロットこれ21、31、22、31っていう感じで空いてるんで、まあそこそこカスタム性能はね、あると思うんですよね。だから、この、まあ、スロットのところに、まあ自分の好きなお守りをぶち込んでいくっていう、そういう感じです。はい、以上です。いかがでしたでしょうか。これ見た目結構かっこいいんですよね。これ僕はキャラクター女性なんですけど、男性にしたらね、もっとかっこいいんじゃないかな。多分ね。この装備使ってる時だけは、ちょっと男性にしたいなっていうふうに思います。皆さんもね、ぜひね、作ってみてください。この竜気活性っていう、このスキルがマジでぶっ壊れてるんで。はい。ということで、まあ、最後一応注意点としては、竜属性と元気属性以外に、この装備は使っちゃダメですよっていうことだけお伝えして、今日の動画の締めの挨拶と、させていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。